前回のあらすじ。昔昔、あるところに親指姫という、正直顔見えないからよくわからないけど美少女らしい女の子がいました。親指姫は山へ芝刈りには行かず、川へ洗濯にも行かず、家へ直行しました。その日の夜、母と二人で暮らしていたお家が狂ったババアに燃やされてしまいました。目が覚めると、狂ったメガネと狂ったガキと狂ったババアが住んでいるお家にいました。親指姫は強制的に狂ったメガネとお付き合いしなきゃいけなくなる。親指姫は狂ったメガネと強制的にお付き合いをしなければいけなくなりました。それが嫌な親指姫は狂ったガキをナイフで脅し、ババアを怒らせることに成功しました。とさ、めでたしめでたし。エース変態道中バンバン剤、このゲームをやるのがね、もう楽しみになってるんですよ。もうね、面白くて面白くて、前回はまあもう説明できねえわ、いろんなことありすぎたわ。あー、またかこれ、逃げパターンね。誰か来る。まあね、逃げるならね、超得意ですからね。残り1秒逃げてありますよ。まあ、ただタンスの中入るだけですけどね。お尻だったね。どこだ、どこにいるんだい。でしょ。どこに隠れたんだい。これ今右から聞こえたんだよ。次左から聞こえるからね。逃がさないよ。いつも逃げられてるじゃねえかお前。でどうせ見つけれねえんだろ。うそ。早く早く、急げ急げ。おい、もうふざけん。あのクソガキ、ふざけるなよ。正面、正面逃げよ、正面逃げ。ここに、はい。早くない、ちょっとおばあちゃん。いやお母さん、いやお前、おばあちゃん。はい、いいよ。ここから、ここがうまい。まずここがうまいもん。ここここ、ちょっと待って。ちょっと待って。これちょっと待って。これむずいって。これちょっと。ちょっと。ねえ。ちょっと。はい、イエスさん。てかさ、俺のこと殺してもいいけどさ、そしたら息子がぶち切れるぞ。ちょっと待って。早いって。おとなしく左に行こう。入れるやんけ。おい。引き返る。あれ、親指姫。待て、なんとかしろ、なんとかしろ。お前犠牲になれ。親指姫、俺の後ろに隠れて。母さんに殺されたいの。早く。よし。母さん、安心して。ほら、彼女はちゃんと捕まえて。え？俺、彼女のことは気に入ってるんだ。逃がしたりしないよ。安心して。あ、そういうことか。もう部屋から出ないよ。しっかり言い聞かせておくから、母さんも部屋に戻っておくれ。彼女を俺の花嫁にしてくれるって約束だろ。ね。クソダメかよ、おい。こら、お前。大丈夫。言ったよ。母さんはちょっと強引なんだよ。まあ、俺もそれに甘えてるんだから、文句は言えないのだけれど。ねえ、親指姫。いっそ、このまま二人で、どこか遠くに行こうか。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、全然いいよ。遠くに行ってすぐに俺、君から逃げるからね。母さんの手が届かない。どこかずーっと遠くにさ。でもさ、ぶっちゃけ言うけど、あのお母さん絶対どこまでも追いかけてきそうなんだけど。嫌かい。いやー、嫌じゃないにした方がいいんじゃねえかな。今は嫌じゃないという君、本気かい。そんな風に見つめられたら俺困るな。今のは冗談。でもさ、こいつさ、ぶっちゃけ夜ご飯いつもこいつの体どんどんなくしていけばこいつ勝手に死ぬよね。今のは冗談。俺なんかに、所帯が持てるはずないからね。君がそう言ってくれるのは嬉しかったけどね。さあ、部屋に戻って。でなきゃ、今度こそ母さんに殺されてしまうよ。死にたくなければ言う通りにして、ね。お前犠牲になれや。ここの鍵、開けておいてあげる。
夕飯ができたら呼びに行くよ。だからお願い、部屋で待ってて。しょうがらへんな、待っといてやる。お、ここでセーブってことは、あ、まだ違うってことね。まだ第1幕なんだな。ここから逃げ終わったから、逃げ終わったら第2幕から。言葉通り鍵はかけられてないようだ。だがこの家から逃げ出すことは容易ではなさそうだ。まああの母さんの部屋行かなきゃいけないからな。みんな飯食ってる時に行けばいいんじゃね。どうしたらいいかわからない。伺おう。いっそ本当に光の目にマジか。一回伺おう。今は従ってるふりをして機会を伺うのがいいだろう。そうすればいずれは隙を見つけられるはず。あ、出た出たお前次どこやってんだ。マスカ、またバカかお前。次どこやってんだよ。そろそろこいつな、どこなく好きだ。あれあれ、自分のやつじゃないの。あー、なんて美味しそうなの。お前のいい人もきっと喜ぶよ。ちゃんとお前の美味しいところを彼女に食べさせてあげるからね。私の可愛い変顔ね。やばやば、どこだあれ。乳首か。あれが夕飯の支度。あの日記に書かれていた少女たちもこんな風に。でも今母さんそこにいるんだよね。お姉ちゃん、あかん。お姉ちゃんも一緒に見る。お兄ちゃんの解体、後でお母さんが料理してくれるんだよ。今この家にいる人間がみんな一箇所に集まっている。今のうちに錠前の鍵を見つければ玄関から逃げ出せる。いけるいける。母さん呼ぶな、てめえクソガキ。母さん呼ばなきゃ。お前呼んだら後ろの人形をぶち殺すからな。さあ行くぜ。逃亡中？引き返るの母親に気づかれる前にここから脱出しなくては。ちょ待って、時間なさすぎじゃない？急げ急げ。鍵、ここ何？隠れポイントでもない。急げ急げ。こっちか。よっしょ、余裕。鍵開いた。うっ、待てー。あんたそんな包丁で俺を殺せると思ってるのか。やめろやめろやめろ。あナイスよーし、いいぞいいぞ。今日の夕飯こいつにしようぜ。今日はおばあちゃんのステーキだな。よー、おたまちゃん、君も一緒にご飯にしてあげようか。泣け泣け。手に持っていたナイフがローバーの喉笛に突き刺さってしまった。でもザマートしか言いようがねえわ。引き返る兄ちゃん、引き返る兄ちゃんってなんだ。引き返る兄ちゃんどうなったんだろうね。てかこの家族の中で一番の被害者だと思うんだけど。あははは、乳首切られた意味。こうしてお指姫は引き返る手を後にした。ただ行くあてもないまま。え、なんかぶっちゃけこれだけでももうこのゲーム終わりと言ってもいいぐらいクソ面白かったんだけど、これがまだ続くのか。次何なんだろう。もう面白いんだけど。いやーねー、現在の純潔度は 20% は本当に俺の性格が出てんな、これ多分。俺クズだからね、多分 20% でも高い方だよ。純粋な気持ちを忘れかけ辛い時こそ人に優しく。はい、すいませんでした。やべえ。あー、もう第2幕、夏。もう夏か、なんか早く感じんな。春2とかってもいいのに。え？
人魚が歩いてる。気持ち悪い。石投げろ。石当たんねえよバカが。絶対当たったろうな今。おすごい綺麗かな。綺麗かな。ヒガエルの家から逃げ出したものの、自分がどこにいるのかわからないままだ。結構遠くに行ったんだな。ようやく人を見つけたと思ったが、石を投げられ追い立てられてしまった。自分が他人と違うことなど近頃はほとんど意識していなかったが、場所が変われば人もこんなに変わってしまうものなのか。もうすっかり日も暮れてしまった。誰か力を貸してくれる人を探さなければ。おいる、ここに古ぼけた地蔵がある。手を合わせていく。あ、これでね、今俺の純血度は今多分 75% くらいに上がってんだから。お、服装がちゃんと変わってる。いいね。下行って、なんだ今何か聞こえたような。わ、行ってみよう行ってみよう、やってみよう。ヘイヘイヘイ、マラソン大会、ふぅふぅふぅ、助けないよ。おい、大丈夫か。おい、惜しい惜しい惜しい。這いずって現れた少女の片足がない。少女から溢れ出る赤色が絶え間なく流れる川を染めていく。そう、まるでたった今切断されたかのように。おや、変わったやつがおるの。誰だ。イケメンだったら許されねえからな。あ、まあ、死刑だな。こいつこの時代に似合わねえな。生きた西洋人形のようじゃ。綺麗じゃのお前さん。お前は臭そうだな。ねえ、あ、もう一人いる。なんだこいつ。あなた誰。いや、どこから来たの。お前が誰だよ。あ、でもうっすら見えるの。え、待って、顔二つ歩くね。どういうこと、どうなってんだ。正直に答える。黙って様子を伺うか。恐ろしくて答えられない。いや、正直に答えよまず。親指姫、なじゃ。そうじゃろそうじゃろ、わしは親指姫さ。ええー、じゃろな。家なし、金なし、身寄りなし。あなたは頭が二つある。はい、じゃな。お前さん、わしんとこに来い。無理無理無理。小金見せ物一だ。兄さんは見せ物小屋の団長なの。一緒に来れば生活の面倒は一切見てあげるわよ。その前にそこでなぜ人を殺した。もちろんその分は働かなくちゃいけないけれどね。どうする。いいです。も悪いもないじゃろ。他に行くとこないて言いよったじゃろうに。決まりじゃ、来い親指姫。 いいです。花、それ片付けといてくれ。ええ、兄さん。逃げよう逃げよう、反対側だ。おいおい、来たし。あ、引きずられてるし。突然現れた謎の男とその妹ともしき血まみれの少女。異様な光景に目を奪われ、今一つ話が頭に入ってこなかったが、どうせ行く当てもない。今はおとなしく従った方がいいだろう。おい、マジか。引きがあるの言える。最悪な場所はない。なぜかそんな。いや、気になるわ。ヒキガルどうなったんだよ。ヒキガルなんかかわいそうだな。おお、ほんとになんかしょぼいな。おっ、やっぱ顔2つあるよ。寮から小金見せ物一座に新しく会えることになった親指姫じゃ。みんな面倒見立ってくれ。よろしく。よろしくね。あと数日は花見興行があるからの。誰もこいつに構ってられんじゃろうが、来週から本格的に働いてもらう。ま、せいぜいしごいてやってくれ。うわぁ、どういう仕組み。わからないことがあれば私に何でも聞いてちょうだい。頼んだわ、花。兄さん、もう泣くなよ。
おお、すまんすまん。おいおいおい、お兄さんだろ、ちゃんと区別しろよ。団長、一ついいですか。おお、なんじゃ。今朝からマスミの姿が見えないんですが。あ、あ、今大声で叫ぶか。マスミか。あいつはこの一座から抜けることになった。以前から彼女を引き取りたいって変わり者から話が来ていてね。昨晩無限が来て泣いてしまったわ。恩にも承諾してのことじゃ。お前らは気にせんで、あいつのことはさっさと忘れろ。今朝の話じゃ終わるじゃ。昼までは好きに過ごしてるよけ。無断で町に出ていかんようにな。以上、解散。はい、イエスさん、さよなら。はい、じゃあ私は帰ります。さよなら。無理ですね。そういえば、まだお前さんに名乗っておらんかったの。わしの名前は黄金虫。よろしくの、お呼び姫。お前臭そうだな、やっぱ。安心せ、あのことさえ黙っときゃ悪いようにはせん。今日からお前さんはわしらの仲間なんじゃからな。いや、やだわ、やだわ、帰りてえわ。え、帰っていいっすか。めっちゃわし帰りたいんですけど。あら、私何か聞きたいことでもあるの。ここでの妹との会話は純血度に影響しない。聞きたいことはすべて聞いておこう。あの下はどうなんだ。俺全部聞くわ。小金水物一座は全国巡業している水物小屋よ。父の代から受け継いで今は兄さんが団長してるの。うちは珍しいだけじゃなく可愛い女の子ばかり扱っているから大人気なの。お前は可愛いというよりかは怖い化け物だね。頑張り次第ではきっとあなたも乗れるわ。頑張ればね。小金虫について聞きたい。兄さんのこと？あなた兄さんに気でもあるの？ねえよ。いや、そうではねえよ。なら構わないけれど、小金虫兄さん、明治35年生まれの虎年。趣味は酒とタバコってところかしら。頭は変だけど仕事には真面目な人だよね。でね、余計なこと言わないでちょうだい。だって本当のことじゃない。これさ、これさ、一回セーブしていい？みんな小屋のどこにあるはずだから。あ、でも勝手に小屋の外に出ない。わーって、あー、うるせえなバカ。ちょっと待って、一回セーブして。気になるってやったらどうなんだろう。よし、気になるってことやってみよう。そう、ちょっと本気？やめた方がいいと思うけどね。理由は教えてあげないけれど、彼の言う通りよ。だから答え考えない方がいいわ。ここで生きていく気があるならとにかく、まあ、ゲームに打ち込むことね。それがあなたのためよ。よく覚えておくことね。この声をしてるとね、喉に異常になんか空気みたいなのが詰まるわ。自分は何をすればいいのか聞きたい。あ、それ聞きたいね。そうね、最初のうちはとりあえず掃除と繕い物、それから食事の準備と片付けね。夜は最後まで起きていて、目に目の目の目の目で朝出るのも入っておいて、目の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 、それだけでいいのは簡単でしょ。無理。ゲームの仕組みが終わったら鼻は怖いけどね。あの試合どうなった。本当に聞きたいの？あなた。だとしたら正気とは思えないわね。変よあなた、見かけ以上にね。いや、お前以上に変なやついねえけどな。知らない方がいいこともあるのよ、ものよ。よく覚えておきなさい、お呼び姫。あなたのためにね。じゃあ、あなたについて聞きたい。私のこと？兄さんの実の妹よ。この子はカナ。この子はハナよ。どっちでもいいわ。ご覧の通り、生まれついてのこの頭のおかげで何もしなくたって、お客は集まってくるんだけど、私はだろ、つったって見せ物になるのはごめんだから、お客に芸を見せやってるのよ。あなたもただのハリボテで痛くなかったら、ちゃーんと芸を見ておきなさい。はい、じゃあ帰ってください。帰って帰って。君、ここの人じゃないでしょ。帰りなさい。あ、うん、帰りなさい。帰りなさい。帰りなさいって。もういいんですって。もういいですよ。はいはい、わかりましたって。じゃあ、もう行きますか。セーブして。いや、広いな。でかいな。練習室が今来たとこか。どうやら建物内の見取り図のようだ。宿泊室、舞台、主催、宿泊室。なるほど。楽屋、舞台裏。まあ、広いように見えて、まあ、部屋数は少ない感じか。ここが宿泊室か。いや、みんな同じところで寝るのか。一人とか屁こいたら最悪だろうな。床に布団が敷かれているためか、お尻は空っぽの中だ。まだまだだ。一人だけ反復されてるけど。でも俺こういうとこがいいな。端っこがいいな。端っこで携帯充電しながら寝た人だからね。じゃあ行きます。これさ、こ
これなんだ。あれね、その記すやつね。ここは、あ、外だ。こいつ誰だ。ああ、ウエビ姫さん、こんにちは。川屋ならすぐそこですよ。私ですか、見ての通り洗濯物干してるのです。あなたも体小さいようだけれど洗濯くらいできるでしょう。今度は手伝ってくださいね。変わった連中ばかりだけど気のいいやつもいいんです。仲良くやっていきましょうね。こちらこそ。ありがとうございます。あなたが礼儀正しい人で安心しました。よし、これで純血度はまたさらに上がった。今 95% くらいか。おい、ウエビ姫。はい、すいません、すいませんでした。はい、ごめんなさい、許してください。勝手に出るなんて言うたはずじゃろ。勝手な行動は慎め。ええー、な。はい、はい、バーカ、ほらほら喧嘩売っていくぞ。あ、なんじゃ、なんか用か。おう、何か聞きたいってこともあるんか。今後について聞いた。今はここを拠点にして近くの祭りに声を出してるが、夏になったら来たりんか。暑いのは叶わんからの。夏は来た。そのまま地をぐるっと回って秋が終わる頃には南に行く。正月にはわしの故郷で荒野を出して、あとは春が来るまで休業じゃ。ま、要するにほぼ年中無休で全国巡業やっとる。慣れんちは辛かろうか我慢せい。自分はどうしたらいいか。わしはエコひいきするつもりはないからの。お前さんにも働いてもらう。まあ初めのうちは花に言われた雑用やっときゃよい。難しいことはないじゃろう。ただし芸の仕込みは手加減せえからの。覚悟せえよ、呼び姫。はい、コガネムシに会いに来たんだよ。なんじゃ、わしに惚れたか。探しいの。可愛い顔して男に取り入る術を知ってるんじゃな。じゃがいかんの。相手はよう見た方がいい。まだまだじゃな、親指姫じゃん。じゃあ帰ってください。さようか。まだ他の大に挨拶しとらんようなら今のうちに言っとけ。勝手に町に出ていかんようにな。あと倉庫には絶対に近づくな。あそこはわしと妹以外大にであっても立ち入り禁止じゃ。わかったな。なるほど、ここもただじゃ済まなそうですね。じゃあ今回はここで終わりましょう。めっちゃこいつ見てくんだけど、めっちゃ見てくんだけど、ちょ、逃げましょう。じゃあその中に死体でも隠してると思ったか。それとも布団仕事で持ったんか。なんでもないです。冗談じゃ、そんな顔じゃなさんな。はい、すいませんでした。ちょっと怖いです、怖い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 、もうやめよ、怖い。今回はここでやめよ。じゃあ次回、多分次回からね、ここで多分サバイバルが起きるんだろうな。じゃあ終わります。チャンネル登録と高評価とコメントをお待ちしております。ではまたお会いしましょう。